イカそうめん添え物は標準的である。手前から順に、おろしわさび、ほじそ、青じそ。イカそうめんイカそうめんは、生のイカを麺状に細く切り、醤油やつゆをつけて、文字通りそうめんのようにすすって食べる日本料理。北海道、特にイカの水揚げで知られる、函館の名産として紹介される。イカそうめんは、古くから定着した言葉ではない。 北海道出身の渡辺淳一、これを食べなきゃ、私の食物史によれば、当時の感覚で、最近流行ってきた故障で、元を正せば、イカ刺しを細かく切ったものに過ぎないという。これより、四半世紀遡る著作で、楠本健吉は、イカそうめんと同じく、丼一杯、生イカを、ところてんのように切って盛ったものと、土生姜のおろしと醤油のことを、 海のそうめんと紹介するが、ただしその言い方には、語弊がある。イカの実を2枚あるいは3枚に分け、包丁で細切りに引いていく。文字通り、そうめんのように細くとする文献もあるが、ところてんのよう、幅5ミリメートルなどと太さについての記述はまちまちで、ある。細切りは1杯に丼に盛り、漬けだれは、醤油を生姜と和えた、生姜醤油、あるいは、麺つゆを使う。 場合によっては平皿に盛られ、わさび醤油を用いても良い。文字通りそうめんのようにツルツルといただくものであるが、上述したようにそうめんの細さとは限らず、うどんのように食べるとも形容されている。函館などイカの水揚げ地では、鮮度の良いものは身が透き通っていて、歯応えもあり、特に、漬けの状態で運ばれてきた朝取れのイカは甘みが抜群という。種類は、 夏より出回り漁獲量も多いスルメイカーを使う。食材のイカは大抵初夏から出回り漁獲量も多いスルメイカーが用いられる。アオリイカ、ヤリイカを使う料理人もいる。一般にはパック詰めにした商品も販売されている。ありがとうございます。